こんばんは皆さん、小島正夫です。今日のシャボン玉ホリデーは楽器のいろいろについて申し上げたいと思うんですが、そうですね、はい、これがトランペット、これがトロンボン、最後はテナーサックソン。今この3つの楽器をいっぺんに音を出してみたいと思うんです。よろしくお願いしますか。私の合図に揃って出してくださいよ。いいですね。それでは1、2のシャボン玉ホリデー、楽器で遊ぼう、フィナーレ。シャボン玉ルルルルルルル、シャボン玉ラララララララ、ロマンチックな夢ね、丸い素敵な夢ね、リズムに乗せて運んでくるのね。ホリデイホリデイ、シャボン玉シャボン玉ホリデイ。どうでもいいんだけど、どうしてそんな言うそうな顔してんの、ピーナ。なんだか気分が乗らないのよ。ああ、そういう時言ってよ。そういう時はこれだよ。ダメよ、そんなの。頭がさっぱりしないの。さっぱりしない、うん、じゃあそういう時はね、これこれいこう。違うのよ、髪の毛の具合が悪いのよ。いや、そういう時はこれいこうよ。分かってないわね。髪の毛をきれいさっぱりしたいの。あ、そう。そういう時はこの、ほら。楽器を区分してみますと、弦楽器、管楽器、打楽器、この3つになりますが、弦楽器の花というのは言うまでもなくバイオリンでございました。その醸し出す幻想的な雰囲気は他の楽器に数段優れております。お聞きのようにバイオリンは非常に高い音を出しますが、ここにございますコントラバス、これは低い音を出します。どうぞ。
ね。鳴ってたのはクラネットです。クラネットは木管楽器の花というんでしょうか。同時に私今聞きましたこのトランペット、これは真鍮管楽器の花ということができます。ピアノです。皆様おなじみのクレイジーケイトでございます。
編み物機はクレイジーピアノをどうぞ。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。ダメじゃないか、ちゃんとやってくんないか。もっとパッてやるんだよ。パッ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 パラパタッパッてくんの。いいね。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。パッ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 パラパタッパでは皆さん、続きましては今度はハーモニカでございます。もうハーモニカは一般ご家庭でおなじみでございまして、今日は独特のまた変わった演奏方法でお届けいたします。では、三、四、ほら、うっしゃ、うっしゃ、うっしゃ、ほら、ほら、バカ、もういいんだよ。楽器というと皆さんすぐトロンボンとかトランペットとかそんなことをお考えなんですが、私どもの日本にだって昔から素晴らしい楽器がたくさんございます。楽器はいいけどもね、どうもあれは高くてという方がたくさんいらっしゃるんですけども、でも考えてみると我々の身の回りにこんな素晴らしいものがたくさん楽器になります。例えばこれです。枯れ葉よ、枯れ葉よ。
歌い手っていうものは大抵バンドの前に立って歌ってるんです。でも中には自分たちで楽器を演奏しながら自分たちの伴奏して歌うトリオロスパンチョスなんてのもありますね。それから先立ってまいりましたフォーフレッシュメン、これなどは自分たちでコンボの演奏をしながら自分の歌の伴奏をいたします。で今日は一つダークダックスにフォーフレッシュメンのスタイルでやってもらいましょう。 Somebody loves me, I wonder whoShe can be someone for me. Somebody loves me. I wish I knew. Who can she be? Who will it be? For every girl that passes by, I shout, Ba-do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 . Maybe you are meant to be my loving baby. Somebody loves me. I wonder who. Maybe, maybe it's you, it's you, it's you.Every girl who passes by, I shout, Hey, baby, you were meant to be for me. My loving baby, somebody loves me. Now I know who. It's you, it's you, it's you. It's you. 世界で一番古い楽器はハープ、立本ですね。今日は特にベルリンから世界一のハーピスト、ケイ・ターニーさんがおいでになりましたので模範演奏をしていただきたいと思います。いやー実に素晴らしい。私は未だかってです。こんな素晴らしい演奏は聞いたことはございません。感激しました。いやーね、どうしようかな。あ、調子飲んだこの野郎め。
ラテンアメリカ音楽ではたくさんの打楽器を使います。例えばギロとかコンガ、ボンゴ、クラベス、それからタンブリン、それにカスタネット、こんな楽器があります。1961年、アート・ブレイキーとのドラム合戦以来、エルヴィン・ジョーンズ、マックス・ローチ、シェリー・マン、ロイ・ヘインズ、フィリー・ジョー・ジョーンズ、ジン・クルーパと7人の世界的ドラマーとドラム合戦をした世界記録を持つ男、白木英夫に対抗する8人目のドラマーは、どうして？だってさ、私がベース吹いちゃうとワンちゃん当然弾けないでしょ。ああ私ね、うん、ワンちゃんのベース聞くとね、頭痛くなっちゃうの。そうだろう、俺もね、やっ…なに？今晩のシャボン玉ホリデーは楽器について、お届けいたしました。悲しい時も寂しい時もこの楽器を奏でると何か気持ちが晴れ晴れといたします。楽器を吹くとまた奏でる、大変にいいことですね。ピーナッツも好きなんですよ、下手な横好きでね。だけどね、あんまり人前で吹かない方がいいと思うな。お嫁さんのもらい手がなくなるから。